はい、こんにちはレトスののですす7月6日の3問に入っていきます A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であったその後 A が死亡し B が単独で相続をした場合には B は追認を拒絶できるが C が A の無権代理につき善意無過失であれば C は B に対して損害賠償を請求することができる。丸か罰かという問題です、えー。ちょっと長いので考えたい方は、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。えー、まず、A が B の代理人としてということなので、A が代理人で、B が本人。で、C が相手方、契約の相手方となります。で、この A っていうのは代理人なんですけども、ここにも書いてある通り、無権代理人なんですね。 で、この無権代理人が死亡したと書いてあります。死亡して B が単独で相続をしたということなので、まあ考えられることで言うと、まあ、A がお父さんで、B が息子さんとか、まあそういったイメージですね。で、まあこの場合、B は追認拒絶できるが、まあ本人ですね。本人 B は追認拒絶できると書いてあって、で、一方で C さんっていうのは、この無権代理人であることを過失なく知らなかったっていう状況なんですね。 で、この場合、C さんは B に対して損害賠償請求することができる、丸か罰かという内容です。まあ、二つ質問されていることがあって、B は追認拒絶できるという内容と、C は損害賠償請求することができるという、まあ、二つが質問されている状況です。で、答えは丸ですね。無権代理人 A が死亡して、本人 B が単独相続すると、無権代理人 A の 債権債務を承継することになります。これ本人が承継する。つまり、無権代理人が死亡することによって、無権代理人の債権債務が、まあ、B さんがね、えー、単独相続するわけなので、承継する、相続するわけですよ。で、今回、C さん全意無過失ということなので、C さんは、無権代理人に対して責任追求する権利を持つんですね。具体的には損害賠償請求権を持つんですよ。 C は A に対して損害賠償請求できるこの権利を持つと逆を言うと A さんは損害賠償の債務を負うわけですねそれが B さんに相続されたということなんですよってことは C さんは B さんに対して損害賠償請求することができるということなんですねで一方で B さんは本人の有する追認拒絶権を持っています 本人 B っていうのは追認拒絶権ありますよね。無権代理行為をされた場合、B さんっていうのは追認する権利もあるし、追認拒絶する権利もあると。まあ、その権利を持ってるわけですよね。でつまり、B さんは追認拒絶をすることはできるけども、損害賠償請求されることもあるよと、まあ、いうことなんです。まあ、だから今回の問題丸なんですね。ただこれだけ覚えてもこれ非効率なんですね。つまり勉強の仕方が悪いと、まあ、いうことなんですよ。比較する。理解する。 これが実践できれば効率的な学習ができます。短期講座の受講者様は比較して理解していただきたい2つのパターンについて動画で解説いたします。短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガから動画をご確認ください。で、問い2ですね。保証協会の社員である宅建業者 A が保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、 その通知を受けた日から2週間以内に通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、A は社員の地位を失う。丸か罰かという問題ですねで。答えはこの2週間っていうのが誤りですね。正しくはこれ1ヶ月以内なんですよ。今回質問されているのは特別弁済業務保証金分担金なんですね。通常の保証金分担金じゃないんですよ。 ここが、えー、ポイントなんですね。特別って書いてあるかどうかで、全然話が違ってくるんですね。通常の、えーまあ、保証金の分担金っていうのは、会社作りました。まあ、宅建業者立ち上げましたと。で、本店だけであれば60万円納付しますよね、えー。支店もあればプラス30万円ですよ。えー、その額なんですけども、この特別弁済業務保証金分担金は、それではないんですね。で、これ何かというと、 保証協会が、還付などがあって、保証協会がお金をどんどん出さなければいけなくなったと。いったときに、保証協会が貯めていたお金が、少なくなってしまう場合があるんですよね。一社や二社が、まあちょっと悪いことをして、えぇ、ー、還付請求を受けたぐらいであればいいんですけども、ちょっと、えー、たくさんの業者が悪いことをしちゃって、一時的に、えー、お金がなくなってきたと。そういったときに、保証協会が社員に対して、ちょっと追加で、 え、分担金納付してくださいっていうことができるんですね。え、これが特別弁済業務保証金分担金なんですよ。で、この特別弁済業務保証金分担金については通帳を受けてから1ヶ月以内に保証協会に納付しないといけないんですね。なので、この点はちょっと別途頭に入れていただければと思います。で、続いて問いさんですね。都市計画事業においては、え、都市収容法における事業の認定の告示をもって、 都市計画事業の認可または承認の告示とみなしている丸か×かという問題ですねで答えは×えバツですえ本来はえ土地を収容する場合土地収容法における事業認定を受けなければなりませんえしかしですね都市計画事業の場合っていうのは都市収容法の事業認定これを受けなかったとしても収容することが可能なんですねつまり都市計画事業においては 都市計画事業の認可または承認の告示をもって都市収容法における事業の認定の告示とみなしているんです。今回の問題っていうのは逆になっているんですね。この都市収容法における事業の認定の告示をもって都市計画事業の認可または承認の告示とみなしているって書いてあるので、これ逆になっているから誤りです。 ちょっと無料の動画でお伝えできる内容で言うとちょっとここまでなんですけども、この問題ちょっとイメージしにくいんですね。なのでイメージの仕方だったり理解の仕方については短期講座の受講者様のみお伝えさせていただきたいと思います。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、 一緒に勉強して、私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。